about my like 17 years ago, which I just summarized. So why don't you relax for 1 minute? 17年前、石井は初めて研究が世界に認められた。苦しんでいた自分がどうやってアイデアを生み出せるようになったか、経験から得た教訓を話した。Unless you have this kind of sensitivities, then miss whole point, then waste or both time. But what I was interesting to ask you is, to come up with ideas, you cannot come up with one thing. Also, you have a kind of antenna, some concept in high levels, also some specific applications, also you have some technology. But I want to be more effective advisors. Also, I want you to make sure that you can really maximize your impact. みんな石井の話に聞き入っていた。会議の直後、ジェイミーは自分の部屋でホワイトボードを睨んでいた。書き出していたのは、前日石井に指摘された研究の問題点。最後に一つの言葉が記されていた。静かな決意がそこにあった。Trying to go over a research meeting with Roshi and see what the most important points were and in which way I should use that information to reevaluate my progress and also to, you know, to find goals for the future, short term and long term. 浅いその議論で終わらせずにできるだけ深く掘っていくこと、それが多分大事だと思います。基本的に自分を超えてほしいですね。それにつきます。まもなくジェイミーは動き出した。石井の意見を取り入れ、新しい研究に取り掛かった。目指すのはこれまでにない斬新なコンピューターシステム。この日も石井は学生たちに厳しい質問をぶつけ続けていた。Teaching about relative motion is fine, but why and who cares and so what?未来のコンピューターを生み出すため、今日もまた壮絶な競争の現場を早足で駆け抜ける。自分がこの世からいなくなった後、その未来の世界に自分がどういう良い影響を与えられるか、インパクトを残せるか、そこまで真剣に考えられる人だと思います。次回のプロフェッショナルは、世界にその名を知られる日本屈指の庭師。簡素にして優美な空間はまさに絶景。仕事を引き受けた以上、ノーはないんですよ。やるやるやるって言う、これしかない。物言わぬ石との無言の対話、庭作りの極意をつかむまで自問自答し続けた10年の日々とは。15日オンエア。NHK へ向かってこい。 NHK で働くこと、それは熱い思いで時代に挑む、今を伝え社会に貢献する。 Join the team、 君の出番だ。 NHK では平成20年4月に入局する職員の定期採用募集を行っています。詳しくは採用ホームページまで。 Check it。いよいよ明日生放送、あなたの投稿がバン
のあなたのディープなこだわりを教えてください。私、カツオにマヨネーズつけて食べるの大好き。ゲバー！こんなん来ちゃいましたけど、マグロじゃ浮かんのかよ、これ。出演はご覧の方々、皆さんの投稿にディープにお答えしちゃいます。 BS 動く。